こんにちは、デモンストレーターの田原栄一とうずらフォトの星野くるみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。くるみさん、はい、こちらに iPad ありますけど、はい、普段タブレットってどんな感じで使ってますか？普段タブレット、そうですね、こんな感じで座ってるときはこう、寝てるときはこう。いやでも写真とか動画とかも見るときに、はい、まあ、ケースに入れて立てかけるという感じの人もいますけど、うんうんうん、持ってるのって結構辛いですよね。そうなんですよね。結構大きいから結構よ、ずっと長時間やってるとやっぱ手首とかがね疲れてきちゃうんですね。そうですね。ということでね、今回スリックでは、はい、タブレット用の三脚を出しました。おお、タブレット用の三脚。そうなんです。しかもこの iPad って割と大きいじゃないですか。はい、大きいタブレットもバッチリなやつ出しました。こちらでございます。スリックのタブレットポット。おお、あ、ここにつける感じなんですね。はい、そうなんです。でもちょっと動きがわからないんですよ ね、はい、大きいからちょっと心配。はい、ちゃんと考えられてるんですよ。こちらね、この後ろにボタンがありまして、このボタンを押すとある程度長さ調節ができます。あ、本当だ。で、長さ調節をするだけじゃなくて、この上の部分がスプリングになってるので、これで最後押さえて固定ということなので、なるほど、iPad のプロっていうのが一番大きいぐらいなんですけど、それでもちゃんと取り付けできるような大きさをカバーしてるということなんですね。本当だ、結構広がりますね。そして足なんですけども、うんうん、これだとなんか短い感じがするじゃないですか。はい、だから安定性を増すときはこちらの足が5段伸縮で伸びるようになっています。おお、本当だ。そしてこれ、横位置でも縦位置でも、え、めちゃくちゃ簡単じゃないですか。で、はい、好きな位置でこう、止めることができます。これはありがたいでは取り付けてみてください。はい、つけてみます。下の方に置いて、こうで、そうですね。で、今もちょっとこれ長さが伸びすぎましたから、ちょっとだけ縮めます。はい、これで、ありがとうございます。下に置いて上を持ち上げる。あ、軽い。あ、結構上のこの部分も軽く引っ張るだけでありますね。はい、でもしっかり押さえられてますから、はい、これで見ることができますし、こうね、はい、こんな感じ。これで横位置を縦位置にしてみてください。そのまま回すだけです。え、待って、すごく簡単。くるりんと、はい、こういったことで普段こう立てかけておいて見るというのが快適にできますし、うん、あと座ってる状態ですと、このまっすぐだとね、多分ちょっと下なのよ。あ、ほんとだ。これをこう上げることができますから。こう、こういうことか。そうです、そうです。あー、すごい。いや、私筋トレとかの時も使うので、出てる時とかでもちょっといけますね。はい。もうもうもう。で、これ短い足だとテーブルの上に置いて、まあ、こうやって見たりとか、うんうん、あとはライブ配信、まあ、するかどうかわかりませんけど、はい、こうなんかライブ配信とかするのに、このサイズでもいいかもしれないんですけど、うんうん、立ってする時。うん。長さ足りないですよね。そうですね、ちょっと短くなっちゃいますね。でもスリックのタブレットポットはちゃんとそのあたりも考えてるんです。いやー、本当ですか。はい、これ以上足は伸びないんですけどちょっとこの iPad を外していただいて、はい、外しますね。はい、これをまたこうして、はい、で上をこう持ち上げると、あ、下に、今下に切りますから、そうですね、これで持ち上がってこうです。はい、で、これね、ここの部分から分離ができます。くるくるくる。おー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 。で、この後実演しますけど、これを三脚の上に取り付ければ立った状態でライブ配信にも使えるということなんですね。なるほど。今ここに用意しましたのがスリックの売れ筋の三脚で GXM6400 という三脚なんですけど、これの上の部分ね、簡単に外しちゃいますから、ちょっと外しますね。はい、こう締めてこんな感じで取れちゃいますから雲台をくるくるくるっと回して外すと、このタブレットスタンドがつく
ネジが出てきますので、わこのタブレットポットから外したスタンド部分だけ、スタンド部分というかあのホルダー部分だけこうやって取り付けができちゃいます。これでもう少しこう上げちゃうと、はい、わー、どうぞお手にしてみてください、はい、つけますね。こうだ、はい、すごく簡単なんですけど、これでもう立った状態でライブ配信もできますし、でこのまま運動もできると、うん、できます。腹筋とか、はい、そんな感じでというわけで今回は本当はねこの足がついて打ってるわけですけども、はい、この足と足から外して他の三脚にもつけられるというスリップのタブレットパッドをご紹介いたしました。まあ星野くるみさんもこうやってどうですか、見てみて。めちゃくちゃこれ簡単でした。あのもっとこのバネの部分とかがきつくて片手で iPad 持ってやるのって結構難しいのかなとか思ったんですけど、本当に簡単に上がるし、でこことかも結構軽いから普通にこうちょっと寝転がって、私はここに多分ちっちゃい三脚を乗せてこうなんかやってそう、寝てる時とかまあいろんな使い方できそうですから、はい、ぜひ店頭でチェックいただければと思います。